とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきましょう。では、早速スタートです。まずは、防具に魂の袋を入れていってください。序盤で、影の断片を入手することができます。なので、最初からね、これを入れておくと、かなりお得になりますので、つけておいてください。で、一回、とにかく敵が多い。とにかく多いので、ここは注意してください。まあまあまあ、攻撃力はね、そんなないので、大丈夫とは思うんですけども、結構、きついと感じる人は、多いかもしれません。今回のはね、結構多いんだよね、ここ。よし、OK。ということで、まあ、一回、若干注意しながら、行ってください。んで、報酬でパワーシェイカー取っていきます。で、二回、もう若干多いです。若干ね。でも、そう注意するほどのところではないんで、まあ大丈夫とは思います。OK。まあパワーシェイカー使いながら、ぼちぼちいけば、まあ勝てないところではありませんね。よし、OK。序盤がとにかくね、敵がちょっと多いんですよね。OK。ナイス。矢が出てきてくれると嬉しい。結構矢今回使うんですよね。んで、報酬で影の断片取っていきます。影の断片が結構、まあまあまあ、うん、かなり重要ですね。これがあるから、なんとかクリアできるっていう人も、今回はいるかもしれません。よし、OK。あ、食らうね。まあいいや。クリーパーが3体出てきます、うん、そこだけ注意してください。まあ他は特に注意することもないですね。どんどん行きましょう。でここで弓の魂の棒ですね、取っていってください。でエンチャントで流れ込む魂です。ソウルがねこれで結構さらに溜まるようになるので、よし、あとあといいのでこれでいきましょう。まあまあ、火力はないですよ。火力は、ああ、痛い痛い。火力のために取るわけじゃないので、よし、大丈夫ですかね。 OK。 はいはい。でクリーパー一応注意してください。まあ安全に処理しながらいけばいいでしょう。はい、4回クリアで、4回も、アーティファクトですね。ドラです。ドラ、まあ後々もドラも出るんですけども、最初から取っておくと結構楽になりますので、ドラをぜひ取ってください。で、ここもちょっと敵が多いんですけども、よし。回復を使いながら行けば、まあ問題ないですね。トラップの先の方に立って戦えば、もうちょっと簡単にはなるんですけども、まあそこまでする必要はないですかね。まだそんなに敵が痛くないので、大丈夫だと思います。何もいりません。進んでいきます。でエンチャント別に入れなくていいんですけども、入れたい人は、爆発も入れていいと思います。これは入れてません。若干だけども、まあまあダメージにはなりますかね。 OKOKOK。 よし、おい、
ました。はい。で、終わりか。はい、6回クリア。まだ全然余裕ですかね。はい、で、ここで、何も取りません。武器がね、結構いいやつあるんですけども、ここはね、取らない。この次の武器を取りますので、取りません。まあまあ、取っていってすぐにね、交代しても、まあいいとは思います。うん。それでも全然いいとは思うんですけども、まあ一応エンチャントポイントのために、これは取らずに行ってます。まあ全然余裕ですよ。取らなくても。はい。終わりですね。7回クリアで、両輪斧を取っていきます。はい。まあまあ、こっちをね、7回で取って、で、8回でこれに変えるっていうのもありなんですけどもね。はい。で、追い打ちと、こっち、どっちでもいいです。どっちでもいい。俺はアイテムボーナスを押します。うん。凍結も全然いいと思います。凍結も全然いい。行きましょう。はいはいはい。でもまあフレイモア系の方が得意だっていう人は、うん、そっちでもいいんじゃないですか。はい、これはこっちの方がまあまあパワー向きかなとは思うんですけどね。よし、で8回終了です。で、ここでコグクロスボウ取っていきましょう。で、どんどんいきまーす。エンチャントエンチャント、コグに火属性とか入れていいんですけども、まずはね、まずは両刃斧から上げていくといいと思います。両刃斧を、とりあえず、追い打ち3と、アイテムボーナス1。とりあえずこれ。ですね。最初の、商人が、黄金なんですよ。金細工。なので、上げたいやつのエンチャントをフルに上げてた方が、お得になりますので、それが、いいかなと思います。はい。OK。んで、まあまあ、ここら辺は、特に問題は、ないですね。終わり。9回クリア。で、9回で、防具取ります。プレートアーマー。ですね。このプレートアーマー、最後まで着ていきます。で、ここで、両刃斧を、パワーアップ。で、エンチャントは、先に、追い打ちさんのアイテムボーナス1。これ入ってるかをチェックしてくださいね。んで、ボス行きましょう。まず先に、雪玉3を入れといてください。弓はまだいいです。で、ここ、ドラを使って、影の断片。あ、影の断片からがいいか。で、ドラ使って、こんな感じで、戦ってください。結構簡単にいけると思います。まあ、出る場所っていうのはスイッチでも変わりはないかな。何もいりません。進みまーす。で、エンチャントですね。火属性と毒の雲だけ入れておけば OK です。で、特に問題はないですね。武器が強化されてるので、全然余裕で倒せると思いますね。じゃあ、終わりかな？あ、山だか。こっちの敵がね、結構下の方に逃げることがあるので、まあ、先に倒していくと、いいか。
感じかな。はい、行きまーす。次、12回報酬はいりません。ガントレットをね、今回ちょっとユニークで変えてみたいなとも思うんですけどね、さすがに難しくなるか、さすがに無理ゲーになると。いきます。 OK、 あそこ一気に、敵出てきますので、まとめて倒すとまあ楽かな。うん、もうマックスまでもう溜まってると思うので、ソウルがもうどんどん使っていって OK です。1ステージにまあ1、2回ぐらい使っても大丈夫ですかね。 OK、 エンチャンターはまあいつものごとく先に倒すようにしてください。で、上にあと残り2体ぐらいでおしまいかな。はい、13回クリア。で、ここでドラがあるんですけども、別に性能は変わりませんので、そのまんま取らずにいきましょう。性能変わりません。はい、で、一応弓を上げていくといいですかね。毒の雲が結構いい感じです。あぶねえ。よし、で毒の雲がね意外と役に立って、あっあぶねえあぶねえ、盾を破壊してくれるんですごくいいですよね。終わりかな。うん、残ってる、残ってた。で、下にも多分まだいるわ。そこに隠れてた。14回クリア。次、うんで、ここ何もいりません。パワーシェイカーとエリクサーのカバン変えてもいいんですけど、またすぐにキノコが出てくるので、まあ取らなくていいかなと思います。行きましょう。んで、エンチャントですね。ここですけども、影の爆発か、やけど。まあ、好きな方でいいです。そんなにね、全部役に立つやつではないので、まあ、とりあえず、やけど入れるべ、いいと思います。とりあえずのやつ、です。OK。なければないで、いいんですけども、まあまあ、一応ね、ポイントは残ってるので、まあまあ入れてやるかっていうぐらいのやつですかね。おい、あー当たんねえな。まあいいや。オッケー、よし完璧。あのミニゴーレム、な、名前忘れたなあのゴーレムはやっぱね硬いんですよ。なんで、あいつだけはちょっと注意して戦ってください。あれ、うそ、いた、そんなところにいたか。15回クリア。んで、ここスノーアーマー欲しいんですけど取りません。うん、ここ何もいりません。で、こっから、商人までがちょっとね、敵のダメージ痛いです。なので、そこだけは注意して戦っていきましょう。うん、どうしてもね、フルプレートが強いのよ、装備としては。なんでフルプレートの方取りたいので、ここはちょっと我慢しながら進んでいきましょう。まあまあいけないところではないと思うので、頑張ってみてください。うん、あとあと必ず楽になるんで、必ずプレートの方が楽になります。 OK、 よし。で、矢は必ず取るようにしましょうね。結構矢を使うので今回。
んで下に1上に1ぐらいで終わりか。あ、いや違う、上だ、上だけだ。はい、16回クリアで、ここでキノコです。うん、パワーシェイカーはもう序盤に取ってるので火力がほぼありません。なのでキノコを取っていった方がいいっすね。キノコでいきましょう。で、先ほどと同じく、もうすでに HP が足りてません。敵からのダメージは極力受けないように、うん、戦っていってください。まあ、危なくなったら、影の断片を使って若干逃げるとか、そういう感じでいってくださいね。よし、 OK。エンチャンターの次か、うん、エンチャンターまでかと思ったけど、エンチャンターの次出たら、うん、おしまいみたいですね。よし、でこの先も若干敵いますけども、キノコ使って進んでいけばまあまあまあ大丈夫だと思います。 OK、 痛いのよねここは。終わり、17回終了です。で、ここ何もいりません。どうせ次でまた弓を変えてしまいますので、コブのまんまで OK です。いきます。ここも特に問題はないっすかね。危なくなったら断片を使って、よし、 OK。 もうちょい出てきます。でもこれで終わりかな。いや、まだいた。よし、 OK。もう意外と多いんだな。 OK、 18回終了です。で次商人なのでもう安心ですね。乱射クロスに変えていってください。んでユニーク、ここでようやくプレートアーマー、フルメタルに変えます。火力が上がるからいいですよね。硬さもピカイチなので、最高です。でエンチャントはキョム3、そして毒の雲2、これでいいです。でボスですね、まあ、キノコ使ってガシガシと戦っていけば問題ないでしょう。あ、キョム打ってくださいね、まずはね。うまくいけば2ターン目で勝てる。なんか変な動きしてるな。よし、あー、いつ、なんかちょっと変な動きするな。まあいいか。ちょっと良くない。なんか変だったな。ビーム打たなかったし。で、キノコも使えてない。これはダメだ。まあ次でドラ使って、で断片使っていきましょうか。そうすると、いけるっしょ。いけないいけないか。やっぱ反射ダメージめちゃくちゃ痛いね。反射がむちゃくちゃ痛い。何もいりません。いきましょう。もうね、武器の火力がないんですけども、ここ21回22回頑張ってください。まあ大丈夫、キノコとドラがあればなんとかなります。でここ、とにかく多いです。危ねえ。OK、
とにかく出るんで、ここは注意していきましょう。 OK、 ここはね本当に驚くほどの敵の数です。まあまあ断片とか使っていけば問題はないと思います。 OK、 あぶねー。 OK、 いったね。21回ちょっと苦手っていう人もいるかもしれませんけども、まああの影の断片とかを使っていけば全然大丈夫だと思います。はい、ここは何もいりません。では22回いきましょう。 OK、 まあ若干ね火力は足りませんけども大丈夫です。もともとのね武器性能がいいので全然余裕だとは思います。 OK、 はいはいはい。でこれ黄金何がついてんだろうね。黄金が何がついてるかはちょっと分かりませんけども、ちょっと見てみよう後で。何ついてんだろう。よし、多分そんなにいいやつはついてないとは思うんですけど。よし、 OK。 やっぱり若干ね倒すのには時間がかかってるけど、まあ仕方ない。ちょっと見てみます。何ついたの。あーなるほど、邪悪な村人特攻ね、いりません。でここでグレイブ変えていきます。まあ個人的にあんまり得意でもないんですけども、これぐらいしかねないんですよ。なので、グレイブつけていってます。虚無2、吸血1、鋭利2、まあこれぐらいでいいと思います。虚無はね別に3まで入れる必要はないので、まあまあ入れるとしたら鋭利の方かな。鋭利の方を多めに入れた方が戦いやすいと思います。入れようかな。どうかな。 OK、 うん、次の乱射のための保険としてちょっと持ってたんですけども、確か大丈夫なはずなんで、入れていきましょう。 OK、意外とグレイブ慣れれば面白いですね。うん、ちょっと扱いにくいやつだけど。 OK、 やっぱこの攻撃範囲がうんいい感じ。特に24回で役に立つと思います。24回がね難しいのよ。ここは何もいりません。はい、難しいっす。次がここよ。問題は敵の火力がこのフルメタルを着たとしてもかなり高いのよね。とりあえず下には落ちないように戦いましょう。でこの穴は基本的に開けといて OK です。でここのエンチャンターは先に倒すと、あうそ、これねもう落ちるとダメなのよ。うわちょっと待って待って待って、フルメタル回避が時間倍なのでそこがちょっと嫌なところよね。よし、もう落ちない、もう落ちないよ。 OK、よし、ここは本当にねやりにくいんで、よし、 OKOKOK、 いいんじゃない。 OK、 ここが本当ねグレイブがかなり役に立つので、うっそお前なんてとこにおるんよ。よし、 OK、 このグレイブのこの距離感が結構重要です。よし、
あと吸血ね、うん、回復がついてるってだけでだいぶ楽です。んでキノコ取っていってください。一応1秒ぐらい違うかな、秒数が1秒ぐらい増えるのでキノコはパワーアップしていきましょう。よし、オッケーオッケー。あー落ちるな、今日落ちるね。はい、あ、さっきのね24回さえクリアできればあとはねもう安心です。 OK、 ここもちょっと上の方に結構嫌なやつが固まるんですけども、そこはね、まあ、断片使って特攻すれば全然勝てると思います。もう出ないかな。あ、やっぱ出るよね。よし、じゃあ上直行します。はいよ、おい、終わりだよね。いや、まだか、いた、終わり。一回脇をミスってましたね。25回クリアで、ここで武器変えます。そんな火力はないんですけども、クレイモアですね。エンチャントはね別に入れることもないんですけども、まあ一応衝撃波です。これだけでいいです。衝撃波だけで OK で、残りは今入ってるエンチャントをフルにすればいいですかね。このクレイモアはね本当単体火力だけなんですよ。エンチャントが全然良くない。よし、いいんじゃない。でも単体火力だけで掘り起こせるね。さすがに。よし、パワーが112もあれば強いですね。よし、いないよね、もう漏らしなしね。よし、でマグマキューブが強いのでマグマキューブは早めに倒すといいですかね。よし、終わり。いや、まだいた。よし、消えてるからね打ち漏らしが分かりにくいんよね。でここで乱射を乱射に変えていきます。でエンチャントですけども、長弾とマルチショットで追い打ちで OK です。よし、でまずはこっち側である程度減らすまで戦いましょう。最初から真ん中に行くとちょっときついので、まずはここで数を減らしてあげてください。よし、 OK かな。でこっち側のこれは忘れずに取ってください。 OK、 よし、結構出るか。でもこの装備になってれば問題はないですかね。よし、 OK で開ける前にガードは倒しておきたい。で27はこれで終了です。はい、おしまいですね。急にね真ん中に行ったらちょっときついんで、そこだけは注意しましょう。はい、で28、ここもね敵多いので注意してください。初見の時やられちゃいました。
オーケー。結構動き回ってた方がいいです。あの足止めのやつが来るので、あれ食らわないようにね。でキノコ使って一気にいっちゃいましょう。おいおい、いいね。よし、でこっちでもうザコいないね。いないよね。うん、いないと思う。打ち漏らすと面倒くさくなりますのでね。よし、OK。最後のここはまあ問題ないでしょう。はい、何もいりません。んで最後の商人で、武器を上げていけばいいっすかね。ボスは楽勝です。そう構えることもないっすかね。あー、痛み、いやいやいや、入れん方がいい入れん方がいい。痛みとも思うんだけども、いやいやいや、入れない方がいいと思う。影化してドラ使って、これの2発目を当てるようにしてください。しゃあ、2発目当たれば、まあ、半分減るんで大丈夫でしょう。よし、では報酬は、うん、いらんね。重力さん、いや、いらんでしょう。テンポ、あー、まあこっちにしとくか。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。